皆さんこんばんは、稲垣野球史の坂の上の雲に向かって、今日はですね、前回このメンバーでですね、サッカーワールドカップが始まる前予想をこのミエチューブの番組でですねやらせていただきましたので、まあ、ワールドカップ7月15日に、無事終わったということで、まあ、その結果をもとにですね、検証をしてみたいなということで、今日の番組ではそれぞれの、まあ、結果を踏まえて反省あるいは感想なんかを、まあ、言い合いたいなというふうに思ってます。まず私の隣に見えますのが、ビアティミエの、海津監督です。よろしくお願いします。でそのお隣が、野外藤選手です。それから一般人代表で戸田勝也さんです。よろしくお願いします。はい、それから準レギュラーの岩崎太郎君です。よろしくお願いします。じゃあこのメンバーで皆さんそれぞれね予想したやつを、これ実は前回収録した後に持って帰ってもらうと変えてくるとあかんと思うんですね。これミニチューブで預かってました。でまあ1ヶ月以上経ってそれぞれのお手元に今これをお返ししてですね、あの当時の予想したのはそれぞれどう今感じるかっていうのをですね、じっくり今ここで反省をしていただきましたので、まあそのことをですね皆さんの方からちょっと最初一言ずつお話をいただけたらなと思いますが、岩崎君から言いましょうか。はい、反省点とすれば、キャプテン翼を信じてやった国が全部負けると、うん、おどこ、サウジアラビアとナイジェリア、ナイジェリアでもその他は、ドイツ以外は全部ありました。決勝トーナメント進出したのは1位2位はちょっと別ですけど、でまあ、あとは反省点はそんなぐらいですけど、やっぱりみんなね日本を信じてなかったと思うんですけども、僕はこうちゃんとね日本をちゃんと2位あ日本2位通過だそうですね、みんな日本を信じていませんでしたけども、僕は日本を信じてあれ岩崎君だけだったっけ、僕だけです、日本入れた、僕だけです、そうです、そうなんや、どうしようもないですよ皆さん、どうしようもないその時点でも、その時点で問題だなあんなに日本強かったんです、俺はもう絶対日本だったけどな、それについてみんなね後でちゃんと説明してもらおう、説明してもらおう、日本について、なるほど、はい、そんなところです、はい、じゃあ父ちゃんの方もちょっと反省と感想を、はい、反省と感想ですね。反省はもうみんなと一緒で、日本をこう予選落ちに来てしまったことですね。もうこれ以外に反省するところはないんですけどあとは問題、これが全てですね、はい、もう日本人として、まあ、葉っぱをかける意味で、こういう結果にしたんです。まあ、それが葉っぱが効いてね結果的に良かったなと思ってます。戸田ちゃんの予想を見て葉っぱにしたいな日本代表は。そうなるほど、なるほど、はい、であと、まあ、個人的にはこの、トーナメントももう本当ぐちゃぐちゃやったんですけれども、一応優勝したフランスを決勝まで導いたのも僕だけなんで、ここだけはちょっとアピールさせていただきたい。フランスは強いって言ってたのは僕だけ、確かに謎だらけさもんな、フランスは強いっていうのは、はい、そんなところでございます、はい、なるほど、はい、じゃあ次野原選手、はい、もう反省しかないですねまず僕はドイツを優勝候補に挙げたので、はい、まさかグループリーグで、そうやね、ドイツの予選敗退はほとんど何予想できやんね、あれは。その時点でもう僕は、テンションがだらさがみんな今度この収録があるときはもう反省しかないなとそれででもまあ本当ワクワクするようないろんな若い選手も出てて、はいはい、面白い大会だったなと思います。ドイツは負けたけども、はい、決勝トーナメントは見た。あ、もうはい、ほぼ見ました。ほぼ見た。ドイツはいなくても、はい、やっぱちょっと選手としてやっぱ共感できるというか、すごい、はい、参考になるというか、はい、なる試合がやっぱいいですね。僕も日本が負けた時点でね、見なくなってしまう。にわかさんかはあかんね。なんかすごい盛り上がったんだけど、気持ち的に。日本の試合はしっかり見て、日本がやってる時はその前後見たりするんやけど、だけど、なんかもう日本が負けた時点でね、もう、だから俺決勝も見てないよね。なんか怒られるから。これやっとったらあかんねん。なんでお前がこの番組やってんやって言われるけど、フランス対ベルギーの決勝とか見てへん、情けない。ニュースで見たぐらいで。もうね、やっぱ皆さん当然見たね、やっぱり見ました。ああそらせやわ、みんな見とる見とるよね。すいません、僕はそれが反省やね日本の時点でワールドカップが終わってしまったじゃあ監督ちょっと、はい、検証していただいて。そうですね、まず
まあ、勝ち上がった国は本当16チーム中13個あってましたけど、はい、まあ、ちょっと順位のところはね、はいろいろとあれでしたけど、うん、まあ、さっきも岩崎さんが言われた、いや日本を信じていなかった、監督も日本はあかんで、そうですね、はい、まあ、本当コロンビア様様といいますか、はい、まあ、ハドした選手が、まあ、日本の MVP かなという感じですけども、まあ、でも本当日本は頑張ってくれたんでね、はい、ある意味で、うん、すごく良かったなとは思いますけども、うんうん、まあ、あと良かった点というと、うん、まあ、やはりずっと僕はベルギーがいいです、ベルギー推しでしたね、推しでしたけども、うんうん、まあ、でも自分が思っている以上に、うん、力があったなっていうのがありましたし、まあ、あとフランスが、うん、まあ、正直強いっていうのは分かってたんですけど、うん、まあ、あそこまでチームがこう完成されているとはちょっと思わなかったっていうのはちょっと予想外だったなと、うん、まあ、あと反対側はですね、まあ、こっちがまあ比較的あると、うん、こっち側はもう全くぐちゃぐちゃです、うん、全然あらはい、アルゼンチンは負けるわ、ドイツは来ないわ、まあ、準決勝がアルゼンチン、ドイツだったんで、もう本当に散々な、もうこっちはもう本当に予想ができなくて、はい、もう反省だらけだなと。なるほどな、まあ、本当にでも一番の反省はやはり日本を信じなかったこれに尽きると思います。ちょっとあれやな、この皆さんにもね、信じなかったって反省を言う、はい、でもまあそれぞれの今反省を出してもらって、ちょっと今話をしてもらいましたけど、実はこれ1回目の収録が前回予想したと終わった時に、まあ、今の皆さんの予想した上でちょっとその議論してね、でその決勝トーナメント進出をそのこの番組として決めようと、それぞれの個人の予想はあるけれども番組として決めようとして決めたのがこれ でこれをもとに、それぞれの予想はあるけれどもこれをもとに決勝トーナメント2回目後半でですね、番組として収録したんですけど、実はこれを皆さんでの議論した結果っていうのは結構すごくてですね、これ見てもらうと16チーム決勝トーナメント進出する中で外れたのはこのドイツだけなんですよ ね、 そうですね、このドイツのところがスウェーデンになったかな、確か、うん、そうドイツがスウェーデンになっただけで、あとはね全部合ってるんですよ、うん、この15チームで1位2位は確かに、入れ替わったところが1箇所だけあって、このクロアチアとアルゼンチン、アルゼンチン1位クロアチア2位で予想したのが、これまあ入れ替わって、うん、実はクロアチアが1位になってアルゼンチンがこっち行っちゃったんですけど、それ以外はこれ1位2位もあってる、すごいですね、これはねある意味すごいんじゃないかなっていうふうに思って、16チーム中15チームあってて、でクロアチアアルゼンチンが1位2位もあってたという、このそこにね回答がありますけれども、だからこれがねバチッと当たったんですね、これワールドカップやる前にやったやつなんで、これと近いっていうのはすごかったなと思って、これを思うとそれぞれ皆さんの予想は反省点も多かったんですが、でもやっぱ人が集まって議論するといい結果が出る、ポジティブ、そうなんですよ、なんかそんな、ね、いいですね、そう、まあ、みんな全然会ってないのに、ね、集まってやってない人が集まって議論したら結果はね、議論した結果が合ってるっていうのがすごいなと。ただまあ惜しいのはこの決勝トーナメントね、勝ち上がりは結構なかなかこれは当てられないところもあって、このブラジルアルゼンチンの決勝をね我々は予想してやりましたけれども、まあこれはちょっと実現したいと、でもまあこの結果はまあちょっとこれは誇ってもいいのかなと思いますが、やっぱ今回のワールドカップを見てやっぱ血のりというか、決勝トーナメントに出たチームはまあこれですけど、そのベスト4に残ったのはやっぱりクロアチアとイングランドとそれからベルギー、フランス、全部ヨーロッパの国だっていうのは、やっぱり監督もちらっとね収録の時言われてましたけど、やっぱ血のりって大きいんですかね。うん、そうですね、ロシアも勝ち上がってきました。そうですね、ロシアも本当に非常に頑張ってましたし、うん、やっぱりそのなんですかね、やっぱり環境的なものであるとか、はい、まあ、ただブラジルとかアルゼンチンの選手は比較的ヨーロッパでプレーしてる選手も多いので、うん、まあ、その辺はないのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、まあ、やっぱり、うん、それまでの調整であるとか、うん、やっぱりそこで長年暮らしているとか、うん、まあ、やっぱそういう環境に適応する能力っていうのは、うん、まあ、やっぱり近ければ近い方がいいのかなと、うん、まあね、以前に、日本と日韓のワールドカップの時もね、うん、韓国がベスト4まで行って、あ、そうですね、日本がベスト16まで行ったっていう、うん、まあ、ああいうのを考えてもやっぱり地元っていうのはなんかこう見えない力というのが、うん、やっぱり出てくるなという感じはしましたね。はい、イングランドもね結構盛り上がって、そうですね、あんまりそこまで行くっていう予想はね、あんまり出てなかったけど、はい、フランスとかベルギーはいいんじゃないかなっていう話だったけど、イングランド今回だいぶ勝ち上がったので、ヨーロッパ勢が良かったなと思う中で、
注目する選手でノガイト選手は、はい、あのブラジルの若い人なんかいるんじゃないですか。ジェズス、ジェズス、はい、でももっとフランスの若いというか、はい、エムバペ、エムバペ、合ってる、はい、そっちが出てきちゃったけど、そうです、どうやっぱ見てて、エムバペはやっぱすごい感じ。いやそうですね、19歳とは思えない、うん、あのまあ、その若さでこうスピードがあったりだとか、うん、テクニックあるのはいいんですけど、ところどころでちょっと19歳っぽくないプレーも多々あったので、うんうん、とんでもないやつが出てきた、とんでもないやつが出てきた、そういう印象は持ちました。あれが攻めてきたら止められない、いや多分無理だ、無理だ、もう用意どんで終わりです、用意どんで終わり、やっぱ半端ない19歳、いやもうスピードもテクニックもあるので今後本当に楽しみな選手だと思います。なるほど、はい、瞬間最高時速がね、はい、台車 100m、 あのボルトと同じスピードで、走った時ね、ボールドリブルしてから、ドリブルして走ってってやった時の一番最高のスピード、ドリブルしとる時のスピードが、そうドリブルしとる、ドリブルで走ってボールボーンと蹴って走ってた時の最高が、ボルトの 100m の世界記録を出した時の最高記録のスピードと同じやった、マジで、夏のオリンピックも出てくるからね、ちゃんとしたらひょっとして 100m で世界記録、まだ19歳だし、今流行りの二刀流で、これ分からない、ワールドカップでトップ取って、で 100m で金メダルなんていうなんて、あれすごいね、はぁ、すげえな。トドちゃんはロナウド推しやったね。いや、メッシ推し、間違えた、メッシ推し、違う、ロナウドって僕ネイマール、ネイマール、メッシは本当に今大会はまあ残念な結果やったんですけど、その1回戦のフランス対アルゼンチンが戦った時に、もうまさにそのメッシの時代からエムバペの時代に入れ替わったっていう、あの瞬間だった、あの歴史的な試合だったよな、あの試合はね、多分あの大相撲でいうところの貴乃花が千代の富士に勝ったぐらい、そのぐらいの変化だった、なるほど、試合が多分これからも語り継がれる、あーそういう試合ね、それ見てないな俺それはそう、そんな試合すごい試合やった、確かに、なるほど、4対3ね、ちょっとこれあの聞こうと思ったらなんかやっぱ早いね、これ検証してまだ20秒しかないんで、あのこれ後編に移そうかなもうちょっとなんか聞きたいので、後編に移すけども、岩谷君の一応一言だけ言うとく、あネイマールはちょっとこけすぎこけすぎ、はい、じゃあこんなことでちょっと今検証がこれからじゃあ中にもうちょっとやろうと時間が来ちゃいましたんで、まだこれ後編を撮りたいなと思いますので、ぜひそちらをまたご覧ください、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。